あのやっぱりね通貨発行権っていうのが国にはあるんですけどもあのポイントっていうのもね今通貨は同様ですよね今一応ねポイントっていうのは値引きという扱いなんですけどもでもこのポイント考えようによってはねもう企業の財政いわゆる内部留保を構築してるんですよ。例えば私も ペイ,ペイポイントっっててのを持ってますけども今ねもちろんその他の T ポイントもあります。でもこれって使わない限りはないのと一緒なんですよね。使えるけれども宙に浮いた状態でじゃあその T ポイントなり PayPay ペイペイっていうポイントね。これ確定申告の時に申告してませんよね。申告するそもそも欄がないんですよ。そして法的にも今のところ値引き扱いなんで申告する必要が ないんですけども、だってね1万円出して商品買うのも1万ポイント出して商品買うのもどっちとも商品買えるわけですよ。しまいにには、はポイントは現金にもでできるわけなんですよ。っていうことは証券とか債券というふうに捉えられても仕方がないし言ってみればビットコインと同じなんですよね相場がペッグされていていわゆるステーブルコインっていう扱いなんですけどもね。 だから通貨の価値っていうのはドル円今153円とか4円になってますけども T ポイントの価値も1ドル153円とか154円ポイントなんですよそう考えたら通貨なんですよね完全に企業が発行した通貨じゃあですよ T ポイントをソフトバンクでしたっけね自ら発行配布することができるわけですから 今回スマホを契約した方に10万ポイント配布しますとかやったら圧倒的な売り上げ作れるわけですよ。でその10万ポイントをバンバン配ってもポイントが使われない限りは支払いにならないわけですからそこはまあ特別損失とかね引き当て金ってのはありますけども、まあ、基本的にはお客さんをホールドすることはできるけども出費は実質的にゼロって考えることもできるんですよね。 で、しかもポイントの償還期限というのはありませんからお客さんがお客さんのタイミングで使えるわけですよで T ポイントを使って現金を払い出さなくちゃいけなくなった時に極端な話、現金があんまりないなと思ったら別に T ポイントをね自ら発行してその T ポイントを担保に銀行からお金を借りてくるってこともできるんですよねだから企業が通貨発行権を今持ってるんですよあとはそれを目立たないように使うこととそこに 何かしかのね、法的な解釈が入りそうになったら、そういうことを言い出した国会議員の方に、ポイントを渡していけばいいんでしょう。だから、リクルート事件みたいに、未上場の株式をね、どん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 渡していたのと同じことができるわけですよ。あとは、財務省の気持ち一つです。すべての通貨に類するポイントは、通貨だと認定しますみたいなね。ある日突然、ビットコインはお金と同じだっていうふうに、 あの解釈を出されてそれから本来やってはいけない訴求して課税っていうのをねやった実績がこの国ありますからね何でもありですね,もうねやばいっすねポイントだからあのドリアカポイントっていうのを作ってね今ドリアカに入ったらドリアカの商品が買えるポイントを10万円分プレゼントってやってね実質値引きみたいな形って取れるんじゃないですか で、10万ポイントじゃなくて、商品がそのまま欲しい人は、12万円分のポイントプレゼント、あの、動画プレゼントとかやったらね、さらに出費がいらないでしょもう完全に錬金術ですよ、この辺はね。忍とも勘とも。いってらっしゃい。